スペインの新聞について説明する。1966年に新出版法を制定した、フラガ情報、観光大臣1930年代前半の、スペイン第二共和世紀には、新聞の発行部数が急激に伸び、応答派の ABC、星カトリック派の L デバーテ、共和派のエルソルなどが特定の政治的立場の代弁者だった。 スペイン内戦末期の1938年4月22日には政府の情報活動のために政治的検閲を認めるという新聞法が制定された。スペイン全土の新聞はすべてフランコの政治路線に同意していたフアンベネイトによる1960年代の発言1939年の内戦終結後のフランコ独裁政権下のスペインにおいては すべての新聞がフランコ政権の政治路線に同意することを求められており、すべての新聞が国家の所有物であるという位置づけだった。多数のジャーナリストが追放されたり処刑されたりし、各市は独裁政権から厳しい検閲を受けた。1945年時点では国営新聞が41.2%、民間新聞が58.8%の発行部数を持っていた。 1930年代末から1950年代初頭にかけてマドリードの全国史者や ABC などは内務省などから派遣された人物が編集長を務めた。1966年3月18日、解放派のマヌエル・フラガイリバルネ情報、観光大臣が新聞、定期観光物法を制定し、検閲が緩和されて、 表現の自由への道が開かれたが、ジャーナリストは、情報、観光省に名前を登録して、身分証明書を発行する必要があった。1966年以降には、多くの新聞社が設立され、国民のニュースや世論に対する関心を高めた。しかし、ラジオやテレビが台頭したこともあって、新出版法の影響は少なかったとも言われ、 相関と配管の清水が激しかったこともあって、1970年には10年前から10社が増えたに過ぎなかった。新聞の総発行部数は他のヨーロッパ諸国と比べると少なく、全体の60%がマドリード首都圏、バルセロナ大都市圏、ビルバオ都市圏の3都市圏に集中していた。フランコが死去した1975年には報道規制が完全に解かれ、 その最中に創刊されたエル・パイスとディアリオ16が民主化の推進に大きな役割を果たした。しかし、テレビの普及、新聞の値上がり、地方紙の急増、配達の困難さなどの影響もあり、1980年代のスペインにおける新聞の総発行部数は300万部弱であり、1000人あたり90紙程度だった。民主化後にはバスク地方のエル・コレオや、 エルディアリオバスコなど民族主義系の新聞も多数創刊された。1980年代から主要な新聞社は雑誌社や出版社などを同時経営するようになった。エルパイスを所有するグループオプリサはテレビ局のカナルプリウス、ラジオ局の華麗なセール、スポーツ紙のアスなどを参加に収めた巨大メディアグループとなった。 グループウニダエディトリアルは、エルムンドとスポーツ主催大手のマルカを所有している。1995年時点では8大メディアグループが、スペインで発行されている、日刊紙の74.37%を占めていた。2002年時点で、一定規模を持つスペインの新聞紙は130紙であり、フランスの85紙やイギリスの99紙を上回り、ドイツの398紙を下回っている。 読者数が10万人を超える新聞のみ掲載している。中期がない新聞はスペイン語で発行されている。紙名の横に、中1と記された新聞はカタルーニャ語で発行されており、中2と記された新聞はスペイン語とカタルーニャ語の二言語で発行されている。印刷部数と販売部数は2013年1月から12月のオッチによる統計。 読者数は2010年2月から11月の M による統計に基づいている。スペインでは公用語であるスペイン語や地方言語に加えて英語やロシア語やドイツ語などの新聞も発行されている。その多くはアンダルシア州やバレンシア州やバレアレス諸島州などの地中海に面した地域で発行され、コスタブランカやコスタデルソルなどの高級保養地に居住、滞在する。 外国人を対象としている。ありがとうございます。